見送ります。車で待つつもりでしたが、2回目で来ました。というわけで皆様こんにちは。ここは大手町駅です。本日は東西線を走る幽霊みたいな電車に乗ります。これね。ですです。E231系800番台って言います。大手町。なあ、桃か。まずは車両の発車音を聞いてみてください。編成の2、軽いノリで付近に行くのは厳しいです。この恋が編成には乗れくらい今乗ってる車両がいるの。まだ編成乗りだね。待てば来ますが編成数的には、まあ、4010系14系や16系や16系、電車の方だけでどこかに乗れる時間帯です。なお、同じ音は新宿線1万3000系の1車でも来てます。こっちの恋が編成数的に多いんだ。途中から地上に出ます。ここからは近く感ほどインバーターは響きませんが、代わりに外に出たことでかつての山手線的体験ができます。住宅街を走っていくこともあって、車本の音も山手線っぽいわね。山手線から撤退した E231系500番台の懐かしさを感じています。あと実際外に出てると、動画映えします。メタ発言本だね。E231系800番台は平成15年に作られ、運用を開始した車両。東急車両製造と書いてありますが、全部がそうではなく、一部は川崎重工製です。レア編成の中にさらにレア編成がいるのね。そういうことです。総武線 E231系0番台と2対1段 LED、字駅、英語字駅、カタカナ字駅、行き先、英語行き先の順に表示されます。割かし簡素ね。E231系だからこんなものでしょう。そして東西線は浦安から千葉県へ。東京、メトロなのに千葉県に入っていることはさておき、ここは快速も止まる駅です。なおこの1号車にはモーターは積まれていないので、静かです。重量あるうち、2、3、5、6、8、9号車にモーターが積まれている 6M4T 構成です。音を聞きたかったらそこだね。2号車に戻ってきました。というか、重量あるうち6両もモーター積んでるのね。東西線乗り入れに要求される 3.3km/h という高めのスペックをクリアするためです。で、他の車両と比べるとどれくらい？山手線 E235系の起動加速度でさえ 3.0km/h なので、かなりキビキビとした加速をしていると言えます。ちゃんと求められているものを満たしている感じね。車内には路線図もあります。下の方に何か別の路線があるね。中央線、総武線の快速、確定です。しっかり広範囲にわたって記載されてるわね。確かに広範囲ですが、E231系800番台は東洋高速鉄道に乗り入れないからか、東洋高速鉄道の路線図は記載されてませんね。よく見たら板橋で乗り換え扱いになってるの細かいですね。座席は E231系0番台などと同じモケット。座り心地はどう？E231系ですし、硬いです。ですがバケットシートなので、しっかり座れます。この東西線には他にもたくさん車両がいます。メトロ1万5000系、メトロ05系、メトロ07系、東洋高速鉄道2000系と、車両が割と多岐にわたっています。いっぱいあるわね。特に東西線の5系のバリエーションは恐ろしいほどあります。なお、乗り入れ路線の都合上、バリエーションの凄さは半島門線や副都心線の方が多いです。目が回りそうなくらい多い。次が終点です。
この先揺れますのでご注意ください。次は西船橋終点です。 JR 線東洋高速線はお乗り換えです。 The next stop is 西船橋 T23 The last stop. Please change here for the JR line and the Tokyo Rapid line. お待たせいたしました。次は西船橋終点です。和線も少しの和線が来るようにしないで、0時左側です。6番線に到着しました。日本の高速圏、JR 線が乗り換えです。1時は高速です。この先揺れますのでご注意ください。まもなく西船橋終点です。お忘れ物なさいませんようご注意ください。東京メトロをご利用くださいましてありがとうございました。足元にご注意ください。出口は左側です。あっという間に目的地の西船橋に到着。いつもの種別表示に加え、地下鉄東西線直通という案内もされます。しっかり詰め込まれた3色 LED 目。東西線の車両に混じっていても違和感ない青青し帯。よく見ると白け散ってますが。この電車は折り返して中野まで行くみたいだね。また東西線内完結運用みたいですね。車内表示器にも地下鉄東西線直通って書かれているわね。そもそも東西線内完結なんですけど、丁寧に書かれてますね。そろそろ発車、見送りましょう。というわけで、本日は何かと幽霊な車両に乗ってきたという動画でした。本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画も見るのよ。もしよかったらチャンネル